今回は投資信託商品の特徴の論点についてお話ししたいと思います。まずは、公社債投資信託の種類について。公社債投資信託にはいくつかの種類がありますが、とりあえずは MRF を押さえておいてください。MRF はマネーリザーブファンドの略で、 リザーブというのは蓄えておくという意味ですから MRF はお金を蓄えておくための投資信託という意味です。これは証券会社の預金口座のようなもので証券会社には銀行のように直接お金を預けることができませんので預金をする代わりに MRF を買い付けます。ですから MRF は 極めて安全性の高い債券を中心に運用されていて、これまで一度も元本割れしたことがありません。預金間隔の投資信託ですから、1円以上1円単位で買うことができて、購入時の手数料や解約時のペナルティである信託財産留保額はありません。そして、決算と収益分配は毎日行われますが、 分配金は月末にまとめて再投資されます。また、換金については、普通の投資信託は解約した日から起算して、3営業日後に代金が支払われますが、MRF は各販売会社が定めた金額、通常は500万円を上限として、当日引き出しが可能です。これをキャッシングと言います。 続いては、株式投資信託の種類について。株式投資信託の中には、インデックスファンドというものがあります。インデックスというのは、日経平均株価やトピックスなどの株価指数のことで、運用成果がこれらの指数に連動するように設計された投資信託を、インデックスファンドと言います。つまり、インデックスファンドは、パッシブ運用の投資信託だと言えます。 例えば日経平均株価が画面にあるような値動きをするとインデックスファンドは同じような値動きをします次はブルファンドについてブルというのは株式投資の専門用語で強気という意味ですブルは英語で牛という意味で牛が角を突き上げる仕草に相場が上昇するイメージを重ねています ですから、ブルファンドは相場が上昇した時に利益が出る投資信託だと思ってください。日経平均株価やトピックスなどに連動して、基準となる指数の2倍や3倍の値動きをします。例えば、日経平均株価の2倍の値動きをするブルファンドは、日経平均株価が1%上昇すると、基準価格は2%上昇して、 指数の値動き以上の利益を得ることができます。しかし、逆に日経平均株価が1%下落すると、ブルファンドの基準価格は2%下落して、指数の値動き以上の損失を被ってしまうことになります。次は、ベアファンドについて。ベアというのは株式投資の専門用語で、弱気という意味です。 ベアは英語で熊という意味で、熊が爪を振り下ろす仕草に相場が下落するイメージを重ねています。ですから、ベアファンドは相場が下落した時に利益が出る投資信託だと思ってください。ブルファンドと同じように、基準となる指数に対して1倍、2倍、3倍など決まった割合で連動するんですが、 例えば、日経平均株価の1倍の値動きをするベアファンドは、日経平均株価が1%下落すると、基準価格は1%上昇するように、基準となる指数の逆の値動きをします。ですから、逆に日経平均株価が1%上昇すると、ベアファンドの基準価格は1%下落してしまいます。 株式投資信託の種類の最後は、ファンドオブファンズについて。ファンドオブファンズというのは、投資信託の投資信託という意味で、投資信託にしか投資することができない投資信託です。なので、個別の株式に投資することはありません。ファンドオブファンズ自体にコストがかかりますし、投資先の投資信託でもコストがかかりますから、二重にコストがかかって、 トータルコストが高くなる傾向があります。続いては、上場投資信託の種類について。投資信託の中には、株式市場に上場しているものもあります。株式市場に上場しているわけですから、これらは株式と全く同じように取引をすることができます。つまり、差し値注文や成り行き注文をすることができたり、 信用取引をしたりすることができるんですが、株式についてはまた詳しく学習しますので、注文方法や信用取引について理解していなくても、今のところは問題ありません。とりあえずは、株式と同じように取引をすることができて、課税関係もほぼ株式と同じと思っておいてください。さて、このような上場投資信託は、 ETF と J リートに分けることができます。ETF は日経平均株価やトピックスなどの株価指数のほか、金などの価格に連動するインデックスファンドです。そして J リートは不動産に投資する投資信託です。一般的に不動産は流動性が低い資産ですが、J リートは上場していて株式市場ですぐに売却することができますから、 流動性が高いというメリットがあります。それから収益の90%超を分配するなどの一定の条件を満たせば実質的に法人税がかからないので比較的分配金が多いのも特徴です。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。